閣下なら自分で枯れそうだがな。包丁でスパッとね。どこをやれば一撃で済むか俺たちより分かっているだろうな。怖えな。ここからは歩きになるぞ。あいつが言ってたのはこの辺か。ああ、頼まれた原石を探そう。油断禁物ってね。せりゃ、うわ、手早く済ませよう。先を急ごう。おう。じゃあ、あとは届けるだけか。うっそ、また休んで。やされ。グラディオ。はい、せやれ。もうダメだ。無駄だ。もらったな。ノクト、夜のドライブは危険だ。一度町に戻らないか。だな、町に戻るか。よし、町に戻るぞ。これからどうする？情報収集でもするか。ノクト次第だな。いらっしゃい。泊まってくんだろ。休むか。
よガーディナにようこそ。おお、さすがだね。王子とその他も無事？まあな。じゃあよかった。王子も誇りに思いなよ。これで世界の人々が救われるかもよ。なんで？普通一般人は夜なんか出歩かない。でもやむを得ずなんて人もいるじゃん。まあな。俺そういう人用にアクセサリー作ってんの。てわけで王子もこれ使ってみ。はい、約束通りの報酬です。じゃあまた来てよ。新作あげちゃうかもよ。また来てよ。だって調子のいいやつだな。軽すぎて調子が狂うぜ。
こいつで間違いなさそうだな。やってやるか。やばいかも。ブリャ！死ぬなよ。もちろんだ。無事に済んだな。じゃあ休もうぜ。気づいたら使い切ってしまっててな。町に買いに行くよりハンターに頼む方が早いこともある。気づいたら使い切ってしまっててな。あ、よう、調子はどうだ。やるな。何か食ってくか。
ここがシドの言っていた集落か。ハンターらしい奴が集まってんな。情報収集していこうよ。好みの品を選んでくれ。また来いよ。ノクティス様、ご無事で何よりです。モリカ、他の奴は？警護隊はほぼオートで、イリス様をお守りして逃げるのが精一杯でした。今イリス様にはダスティンが。レスタルムまでは無事お連れできるかと。そうか、すまねえな。将軍はこの先の王の墓所でお待ちです。将軍の指示でテネブライから取り寄せられたジールの花が各地で飾られています。オルティシーには大勢の人が訪れ。休む間もないよな。王と出てハンマーヘッド、王家の墓で休んでいる印象はないな。不死将軍の名は伊達じゃねえか。でも無事でよかったよね将軍。悪運強いって本当なんだな。ん？え？それだけではないと思うが。あんまりバカにすんな王子、あの腕は相当なもんだぜ。みんな気をつけてよ。おとなしくしてもらおう。危ねえ。ノクト、大丈夫か？あ？よっ！ノクト、大丈夫？あ？さっさと先に行こうぜ。ああ。墓に何の用があるんだろうな。歴代の王にまつわる何かだと思うが。行かなきゃ分かんねえ。着いたな。これお墓か。将軍は中か。将軍、ようやく来たな王子。で俺は何すればいいって？亡き王の魂に触れることで力が新王へ与えられる。これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で、王子だけ逃がしたのか？バカじゃねえの？王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる？お前は王の責務を託されたんだ。託したって？じゃあなんで言わなかったんだよ！笑って送り出しただろ！俺はだまされたじゃねえか。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。お前になら、新王になら、この国を、民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。
これからお前たちは王家の力を集める旅に出るんだ。まずはこの近くにあるもう一つの墓所を目指すといい。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。しばらくは俺も旅に同行しよう。お前たちの実力も確認しておきたい。王家の力って全部でどんくらいあるんだ？墓所に祀られた武器は13あると聞く。だが場所が分かっているものは少ない。所在不明のものについては今ハンターの力を借りて探している。じゃあこれから行くのは？キカトリーク塹壕跡、壕の奥に墓所の存在が確認されている。ここでは昔帝国軍との激しい戦闘があった。廃墟となったのをいいことに、今や帝国軍が好き勝手に出入りしている。うっそ、また休むのもないな。相当な数が嫌がるぜ。突撃ばかりが手ではない。力には限りが、有効に使え。やっ、鉱石見っけ。王子、同行はここまでだ。この鍵を渡そう。他の墓所の扉が開く。自分たちで動いてみろ。力はいくらあっても困らないからな。わかった。将軍は？帝国の動きが気になる。この周辺を探るつもりだ。お前たちは力を備えておけ。了解、気をつけてな。よし、行こう。無茶すんなよ。な、見て、扉があるな。ここって何なんだろう。誰か住んでいたようだが。暮らしてたの？戦火から逃れてかもしれ。あ、なんだろう、コード、こっちに伸びてる発電機？そうみたいだな。動くかな？エンジンかかんない？天井、崩れそうだ。だいぶ放置されていた感じだな。大丈夫かな？すまん、関係っちまった。もうマジ嫌だね、その音。雰囲気出るじゃん。なんだ天井、ここで死にたくないな。長居するのはよそう。なんか出そう。曲がり角から。ビビりすぎだ。今の見た？なんか走ってった。見えたか？いや、
すいません。誰かいますか？お邪魔します。ダメだ。鍵かかってる。あれ、確認は？行かないならそれでもいいが。やめとくか。行き止まりだ。こっちじゃないのかな。よーし、閉めぞ。ちょっ、お前もな。てやっ、はい、すまない。まあな。行こうよ。ああ、ここにも。ノクトがいると楽できる。行くぞ。ああ、こっちから行けそう。なんかいそうだな。油断するなよ。なんもない。君がありだ。ダメだったよな。俺？うん、全然ダメだね。だよな、俺も。Yeah.
行こうぜ。ああ。うん。さっきから何の真似だ、ノクト。ふざけてねえでさっさと行くぞ。何？あれ？なんだ？昔の王様の力なんだよね。ああ、力を借りてようやく陛下のお力に近づけた状態だ。借り物王だな。言い方。実際さ、使ってみてどう？いろいろやれるようにはなったな。見え張って無理はすんなよ。使いこなしていくのはこれからだ。手に入れたぞ。上出来だ。お前たちに頼みがある。西のダスカ地方へつながる道に帝国軍が基地を作ろうとしている。封鎖線として機能する前に潰せ。放っておけば西への道が閉ざされる。力を得るどころではなくなるぞ。モニカと顔を合わせているな。詳しいことは集落で奴に聞いてくれ。なんて？帝国の基地を潰せってさ。モニカに話を聞く。集落に行くぞ。そういえば道沿いに基地らしきものを見たな。なんかヤバそうなやつか。あれを潰すとなると大仕事だぜ。俺たちにできんの？できると見越してのことだと思う。まずは道を引いてみよう。だな。とりあえず集落に行くか。なんかすごい安心。ああ、死骸が入ってくる心配がないからな。お待ちしておりました。将軍から話は聞いております。これが基地の内側へと続く道です。詳しくは地図をご確認ください。比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので